はい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 。今日はですね、モンテスとヘルナンデスの、まあ、活躍を予言したこの僕がですね、まあ、新しくジャイアンツが獲得した育成選手、マレク・フルプ選手についてちょっとね、僕なりの意見、僕なりの解釈でどういう選手なのかっていうのをお伝えしたいと思っております。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、ジャイアンツが、まあ、この時期にですね、育成選手を、まあ、獲得したというところで、まあ、ちょっと、まあ、X であったりとかね、ネット上がちょっとね、盛り上がってましたんで、まあ、その選手、まあ、一体どういう選手なのかというところを、ちょっと僕なりの視点でね、お話していきたいなというふうに思ってます。はい。今ネット上でね、結構騒がれてるんですよ。めちゃくちゃいい選手取ったみたいな感じで、今言われてまして、で、まあ、果たしてどんなもんやと。まあ、いろんな動画見あさりました。WBC の時もそうですし、まあ、大学時代の、動画もそうですけども、まあ、いろいろ見ましたけども、まあ、結論をさっき言っとくと、僕は日本で活躍するか、ヘルナンディスだったりとか、モンテスの時はね、僕絶対活躍するというふうに断言してましたけども、この、マレク・フルプ選手に関してはですね、そこまで断言することはできなくて、ちょっと苦労するんちゃうかなとも僕思っております。まあその理由をね、今日の動画でお話していきたいと思います。はい。その前にですね、まあちょっとプロフィールであったりとか、まあそういったところ、まあ成績であったりとかっていうところを、まあちょっとね、軽くね、さらーっと紹介していきたいと思うんですけど、1999年生まれの、まあ25歳、1月7日生まれの25歳ですね。はい。まあ、年は、そんなに若くはないっていうところですね。はい。で、チェコ出身。はい。チェコ出身で、まあ外野手ですよね。主に、まあセンターであったりとか、ライトを守ってる外野手でございますと。はい。まあチェコって言ったら、まあ WBC で、まあその医者の方がね、プレーされてたりとか、まあいろいろね、他の仕事をしながらプレーをしてるみたいなところが、結構話題になってたりとかね、日本をリスペクトする、姿勢であったりとかっていうところも、いろいろね、結構取り上げられてたんで、非常に、まあ、皆さんの中でも、チェコ出身、チェコ代表って言われると、結構ね、あ、いい選手なんじゃないみたいな、あ、いい性格、なんじゃないみたいな感じでね、思われる方多いと思いますと。で、193センチ、100キロというところで、まあ、大きいですよね。はい。で、まあ、いろいろね、マレク・フルプ選手ですね。まあ、いろいろ、まあ、ジャパンというか、日本とのつながりというかね、そういったところもありまして、まあ、U18、アンダー18ですよね。の、ワールドカップか。ワールドカップでは、まあ、広島の森下選手とね、対戦してたりとか、まあ、2023年の WBC では、3番打者としてね、活躍しておりまして、まあ、佐々木朗希投手からね、2安打、あ、じゃあ2塁打か。2塁打打ってたりとか、そういったところもありますと。で、まあ、本人はですね、まあ、チェコ出身なんですけども、2019年からですね、まあ、アメリカの大学の方に、まあ、留学、まあ、野球留学なのかな、留学しまして、まあ、アメリカのね、まあ、大学の中でやってますと。で、アメリカの独立リーグでも、まあ、やってましたと、プレーをね。はい。で、まあ、そこの成績も、まあ、あるんですけども、結局、その、そこの成績あんまり当てにならないというか、まあ、大学のリーグの成績だし、まあ、独立リーグの成績なんで、あんまり僕は、まあ、データもね、まあ、大切、成績もね、もちろん大切なんですけど、まあ、その選手のね、プレースタイルであったりとか、プレーをしてる、ところをね、見る方が、僕にとってはいいというかね、うん。まあ他の方は別に成績で語ることはできるんだけど、僕はその選手の動き方であったりとか、対応の仕方を見て、発言というかね、言った方が、まあ、皆さんにとってもね、いい情報なんじゃないかなというところで、まあここの成績っていうところは割愛させていただきますと。はい。で、まあイメージで言うと、まあ簡単に言うとですね、まあ、走攻守、まあ、結構高いレベルで、まあ揃ってる系の、まあアスリート系みたいな感じの、プレイヤーですね。で、まあ、右投げ、右打ちというところなんで、まあ、今、例を出すとするとですね、まあ、ちょっと盛りすぎというか、言いすぎかもしれないですけど、まあ、日本ハムの万波中正選手みたいなね。うん、まあ、万中ね。いわゆる万中みたいな感じ。まあ、
そこまでは行ってないけど、全然行ってないけど、その、あの、レベル感というかね、この スケール感というか、まあ、イメージとしては万波中世みたいになってくれたらいいかな、みたいな。そういうポテンシャルは、あるんじゃないかな、と思わせてくれるような選手ですね。はい。で、まあ、あの、僕、プレイ見たんです。まあ、バッティングもそうですし、まあ、走塁もそうですし、まあ、守備もね、まあ、いろいろ検索して見たりとかしたんですけど、まあ、あの、まあ、僕の目が、あの、合ってるかわかんないです。合ってるかわかんないし、日本でね、活躍するかもしれないんですけど、僕は、バッティングというところ、まあ、外国人なんで、まあ、そこに期待するのはね、もちろんそうなんですが、バッティングで少し苦労するんじゃないかなと思ってますと。そのまあ理由としては、まあちょっと癖があるというかね、打ち方に癖があるというか、まあ、まあ具体的に言うとですね、まあ右手、まあ右投げ右打ちなんで、ちょっとあのすいません、ちょっと野球わからない方にもできるだけわかりやすく伝えるんですけど、後ろの手ですよね、右バッターなんで、右手っていうのは後ろの手になるんですけど、その後ろの手が結構被るというかね、こう強い。後ろの手が強すぎて、こういうスイング。まあ、いわゆる、アウトサイドインってやつですね。どっちかというと、まあ、打ってる時というか、打つ時って、インサイドアウト。まあ、いわゆる、バットの、体の近くを通って、まあ、内から外に出ていくような、インサイドアウトのスイングが、まあ、理想的というかね、まあ、最もいいというふうに言われてるんですけど、まあ、その、このフルプ選手はですね、まあその逆というかね、逆にアウトサイドから、こう、腹切りスイングとかよく言うんですけど、まあいわゆるバットが遠回りするようなスイング軌道に、まあ若干なってるんじゃないかなっていうところで、まあ日本でね、活躍するのはちょっとどうかなっていうふうに僕は今の中では思ってますと。ただ、まあ、パワーを見てたりとかね、まあ、足の速さもそうですし、まあ、守備でも、まあ、あの、まあ、足が速いんで、あの、守備範囲が広かったりとか、まあ、肩もね、すごく強かったりするんで、あの、どっちかというと、その、センス型、ではなくて、結構パワー型というか、体の力で、凌駕していくというか、この、パワーを生み出していくみたいな感じですね。どっちかというと、技術が高くて、みたいなっていうよりかは、体の力で、なんとかこう、なんて、打球を飛ばしたりとか、ボールを投げたりっていう、まあ、いわゆる野生型みたいな感じですね。簡単に言ったら。うん。そんな感じはすごくしますと。で、じゃあ先ほど言ったバッティングに戻りたいんですけど、じゃあなんで、こう、右手が強いというかね、後ろの手が強いとダメなのかってとこなんですけど、まあ、いわゆる、まあ、日本のプロ野球って、すごく変化球とか、まあ、球もめちゃくちゃ速くなってきてますし、すごくね、いいピッチャー揃ってるんです。で、やっぱりこう、アメリカのメジャーリーグの選手が来ても、日本で今活躍するかどうか保証がないというかね、わからないぐらい、日本って僕今レベルが高くなってきてると思うんですね。で、その中で、まあ、この、フルプ選手ですね。フルプ選手。まあ、フルプ選手が、ま、どういった形でね、まあ、育成から試合下に上がって、試合下で、まあ、一軍でっていうところになっていくかわからないですけど、まあ、その、今の打ち方だと、右肩というかね、後ろの肩がこう先行する形でこういう感じで出るんで、例えばインサイドのボールであったりとか、低めの変化球に対して、バットが止まらないんですね。バットが内から出てくると、バットのヘッドって後ろに残ってるんで、まだスイングにはならないんですけど、それがね、右手が強くてこう、右肩が、後ろの肩が被るような形でこうバット振っちゃうと、バットのヘッドがもう、前に出ちゃうんで、もうスイング全部取られるんですね。だから、インサイドアウトするっていうのは、まあ非常に打球を飛ばす、っていうところもね、回転をかけたりとか、打球を上げるっていうためにも非常に大事ですし、打ちに行って、ボールだと思って止める際にもですね、バットが内から出たら、まだバットのヘッドが後ろにあるんで、スイングを取られなかったりとか、スイングを急に止めることもだってできるんですけど、アウトサイドインだと、もう先にこう、バットのヘッドが先に前に倒れちゃうんで、インサイドのボール打てへんわ、変化球は振ってしまうわ、もう、あんまりいいところはないんですね。なので、まあ今、スイングね、見てると、まあ改善していければね、全然いいんですけど、今、動画を見た感じ、まあはっきり言うけど、忖度なしで言うけど、まあバッティングはちょっと時間かかるやろうなっていうところは、正直感じますと。で、まあちょっと成績を見ていくと、まあ、23年、2023年のヨーロッパ選手権にもね、出てるんですけど、
まあ、23打席で、まあ、11個三振してると。別に三振が悪いわけじゃないんですけど、結構、まあ、調べてると、好不調が結構激しいタイプ、なんですね。まあ、このスイングを見ると、まあ、正直、まあ、好不調が、まあ、こう、あるのは、そうだろうなっていうふうにね、思ってたんですが、まあ、この23打数で11三振。で、2024年、まあ、今年ですよね。今年の、まあ、アメリカの独立リーグでも、まあ、33% 三振してるんですね。全打席の中の K% ってよく言うんですけど、だから、まあ、3回に1回は三振してるっていう計算になるんで、結構、まあ、三振が多い選手であるので、まあ、はっきり言うと、まあ、アメリカの独立リーグの方が、レベルは確実に低いじゃないですか。日本のレベルより、どう考えても。そこで、こんだけ三振してるんだったら、日本でも、もしね、別に育成で取ってるけども、正直一軍の戦力にならないと、あれなんでね。うん。だから、一軍で行ったとして、じゃあ果たして打てんのかっていう風なところはね、結構ね、疑問符がつきますんで、僕の中で。うん。だから、まあ、皆さんなんかネットで結構いい選手取ったとか言ってて、僕どんな選手なんだろうと思って見たんだけど、はっきり言って、あんまり活躍しないんじゃないかなと思うし、まあ今現段階ではね、まあちょっとね、日本に来て、まあ打ち方を修正したりとか、まあ適応能力をね、伸ばしたりとか、まあいろいろあると思うんで、そこは何とも言えないですけど、今現状僕が見てる限りですね、まあどうだろうって、ヘルナンデスでやってるか、モンテスの時は、まあこれは絶対活躍するよって、僕多分言ってたと思うんですけど、もうこれは絶対打つよって、3割近く打つよっていう風に言ってたと思うんですけど、まあそこまでは僕は言えないですし、まあちょっと苦労するやろうなって。で、年も年でね、25歳っていうところがあるんで、そんなにね、うかうかしてられない。まあ確か26歳問題みたいなところもね、ジャイアンツでまあ、この間ありましたし、ラモスかな？誰かがこう、途中退団したみたいなところもありましたんで、そういったところで、まあ育成ではあるんですけども、もう来年のもう一発目から勝負だと思うんで、まあ記事なんか見てると、まあその契約を合意したら、今年中にね、日本に来て、まあいろいろまあ練習であったりとかできるみたいな感じでね、書かれてたんで、まあなるべくね、まあ早く日本の環境に慣れて、まあ来年一発目からね、まあ今育成選手ですけども、まあ、なんていう、一軍で活躍してもらうために、まあ取ってるわけですから、もう早速ね、来年の頭に、もうすぐ試合下から育成にね、じゃ、育成から試合下になるぐらいじゃないと困るんで、うん、だから、まあ頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日はね、新外国人、まあ助っ人のまあ、ね、人について、まあちょっとお話していきましたけど、まあ、僕が思うことなんで、あくまでね。まだやってみないと何ともわからないんで、僕、まあヘルナンデスやってとかモンテスの活躍はするっていうふうには言ってましたけど、まあ僕の目が 100% ではないですし、まあ全然外れることだってあるので、いい方に外れてほしいなと思うんで、うん。まあ僕、野球の勝敗とかに関しては僕全然ね、当たってないんですけど、真逆いつも行くタイプなんですけど、その選手個人の、能力であったりとか、この選手は伸びるか伸びないかみたいなところは結構僕当ててきてるっていう自負があるんで、そういったところで、まあ、当たってほしくないなとは思いながらですね、まあ、この選手ね、頑張ってもらいたいなというふうに思いますし、まあね、早めに一軍で、まあ外野手なんでね、まあどうなっていくかわからないですけど、まあ、激しいポジションというかね、競争が激しいポジションではありますけども、来年以降のね、ジャイアンツを支えて、くれるようなね、選手になってもらえればなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は会ってきます。いつもありがとうございます。これはどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は会ってきます。じゃあね、バイバイ。